こんばんばはです好きな時に好きな場所で好きなことをして生活していくために、ウェブコンサルティング、映像制作、動画編集、ブログを書いたり、ウェブ広告の営業をして生活してます。で今日が10月の9日の金曜日ですで。今日はいつも通り渋谷の方で内勤した後、新宿に行って、 え前からちょっとえ営業してた案件がえまあ契約になりましてでただまあ契約のまあ条件えと料金とか内容のところをまあもう少しちょっと詰めたいっていうことでえ新たにちょっと見積もりを出し直してまあやるにはやるけどまあとはどっちのプランにするかみたいなような感じでえと次回持ち越しになってます。 で次は一応13日訪問予定で、えー、その時に、えー、どちらのプランになるか、えー、契約書をもらうっていう流れになりますでこれがまあ無事今月2件目の、えー、と受注になりますで、まあ、今週は、まあ、一応こんな感じで終わりということでえー 動画の編集、昨日6本ぐらい上げたのかな。このチャンネルの動画え6本ぐらい上げて、で、あと、今撮影しているこの動画編集して公開。で、あとは、まあ、もし時間とか、一緒にやる人のタイミングが合えば、PUBG モバイルでゲームやって配信をやろうかなと思ってます。で、まあ、それ以外にもちょっと、 えー、やらなきゃいけない動画とかが溜まってたりもするんで、それもどうするかちょっと考えていこうと思っています。まあそんな感じで、えー、今週はちょっと急遽金沢に行ったりとか、えー、自分で、えー、進めて団結が決まったりと、なかなか、えー、いい週になったのではないかなと思ってます。まあちょっとあのー、話が、えー、ちょっと抽象的な話になってしまうことが多い。 ですけども、えー、ゆくゆくどういう今、まあ、ウェブ広告の営業がメインになってるんですけどでどういうことやってるのかっていうのも、えー、いろいろちょっとお話ししていけたらと思っています。えー、そんなわけで、えー、今日も今週もお疲れ様でした。